で大変でね、あらかじめも皆さんも大抵の方は結構何度か来ておられる方が多いと思うんですが、初めての方もおられると思うので言っておきますけど、私のトークはグズグズです。はい、日本一グズグズなトークライブということで、話がボンボン飛ぶんですよ。この今回もこのヨネキーズ、このキュートのヨネキーズですが、邪魔ということが発覚しましたが、事変でもですね、まあ何しろゆるキャラ王国と鳥ですから、ちょっと声をかけただけでですね、ほんの氷山の一角の十数体のゆるキャラが集まりましてね、これを当初舞台を担当して、演出を担当していたものが、私がこの、ジェノバイガ事変、スタートですみたいなことを言って、パパーンってこうなったらですね、こう、ゆるキャラたちが舞台上に登壇してくるっていう演出だったんですけど、あそこの、広場、パティオ広場ですよ、あの電車の前にね、見られたかと思いますけど、特設ステージを組んで、特設ステージですから全部パイプなんです。この上がってくる椅子もね、椅子じゃないや、このはしご、階段も、これぐらいの幅なんですよ。で、まずトリピーが通らんと。で、僕と一緒に司会してくれた北野誠さんが、これを見ても、こいつら上げるだけで30分かかるでということで、で、当日はですね、もう上げないで前に並んでもらったんですけど、そんなこんなで、映像を使うときになってから、よく見てどういうところを。じゃあもう一人、今日、僕と一緒に、MC やってくれる愉快な仲間、ガイナックス、武田康弘です。はい。どうも皆様、ご無沙汰しております。気が散るでしょ、立ってみるとすげえ。すげえ気に散るな、確かに。なんか威圧感あるんですけど。すいません。今日、風邪をひいててですね、寝過ごして、昼間の会議を吹っ飛ばしてですね、車でやってきましたけど、車でね、はい、走ってきてる途中にバーッとするとさ、あと、お前に乾杯しましょうか。話すとこしをこうやって折っていくねっていうパターンです。バキッてなる。ヨネバイガ宴はですね、乾杯が、なんでもいいや。じゃあ、ごめんなさいね、なんかね、3ヶ月ぶりぐらいヨネバイガ宴もっと、そうですよね、はい、ちょっとね、前にもまじでグズグズになってるんですよ、く分かってないんです、すいません。じゃあ皆さん、乾杯。で、今帽子かぶってんねんけどね、はいはい、この前から比べるとこんな短かったわけですよ。ああ、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 いや、ほんで、とか行ったわけよ。はいはい、で、映画でも見てたんで、もう、事変とかの準備でとか行ってなかった、はいはい、で、行ってなかったから、とか行って、しんちゃんにね、はい、ちょっと短めにしてください、はいはい、で、ちょっと短めで、裾が割り当たってもいいですから、はあ、言ったの、はい、で、ぼーっとして、ふっと目開けたらさ、はいはい、これですわ。ああ、目の前に体臓がいたんで、これで、はい、サバタのおっちゃんがね、はいはい、ちょっと短すぎたかなって言うから、ちょっと短いじゃねえだろ、ほら。で、途端に風ですわ。ああ、もうたまりませんわ。だけど、よし、食べないと頭が寒いで寒いで。そうですね。はいはい、寒いで寒いで。本題いきましょうかね。はい、ヨネキーズ、その前に何か皆さんにご報告がね。子供は？あ、そうそう。皆さんもご存知の方もいらっしゃるかと思いますけど、米子市のですね、誇るヨネギーズに、人気者ヨネギーズに、お子様がなんと登場。おめでとう。名前知ってますか？なんネギポって言うんです。ネギポ。今ね、ネギポが走ってます。は？今ね、米子市で、今流行りの、パリとか他の街でもやっている EV 車をね、EV 車を貸し出して、みんな使ってもらうじゃないかと。で、街角に充電器置いて、はいはいはい、なんか聞こえてください。
ださいっていうので、ホンダのリーフがあれ3台かな、あの今日産は日産リーフが、2台はね普通のブルーなんですよ、で1台がネギポカなの、ネギポカでもなんかあの白と緑のツートンカラーで、おネギの2人とこの ネギポがボッバーンとプリントしてあって、でね、旅横にネギポって書いてあるポアンドエクスクラメーションマーク、意味わからないですよ、意味わからない、で意味わかんない方がいいですね、今これ多分、値段的にはまだ言っちゃいけないかもしれないですけど、あの痛さも作ろうということでですね、いやもうネギポだけで痛いじゃないかと思うんですけど僕のところに来てましたね、はいはい、でも担当の方にですね、市役所の痛さって言うけどどこまで痛くていいですかって聞いたら、いやこれぞ痛さというのをしてくださいって絶対市民から上手に言われてるちょっとね、今ね、まあでもちょっとエロいのはいかんだろうなっていうので、あんまちょっとあの可愛い感じの現地が今準備中ですけど、エロくないですか、エロくないです、まあ、いやなんか痛くない、でもはっきり言ってね、この米子の街並みに相当違和感があっていいと思いますから、はい、皆さんもしあの来年になったら走るらしいんで、ぜひ見かけたら見てみるようにしてください、はい、まあ、ネギポちゃんはね、はい、いいです、はい。